パパさん、こんにちは。こんにちは。あの、この前のプレゼン動画、かなり好評でしたよね。なかなか良かったよ。ね、コメントも、あの、すごい、あの、なんだろう、天才的なプレゼンとか、いろんなコメント多かったと思うんですけど。そうそうそう。あれね、結構、あの、凝ったコメントくれてるから、経験のある人やろね。そうですよね。それと会社の、結構上位クラスの人なんで、結構、見る人が見たら分かんちゃう。はい、うん、そうですね。で、まあ、やっぱり、でも、まあ、あの動画だけなんで、あの、うまい下手の差がまだ分からへんので、まあ、第2弾考えてたんですけど、うまいからな。一回あの、ちょっとドッキリ動画じゃないですけど、勝則に、ちょっと今から後で勝則読んで、できるかな、どう、あの、プレゼンさせるように一回やりましょうか。めっちゃ上がるで、あいつ。上がるかな。上がるやろ。まあでも、3日ぐらい上げたら、それなりに練習してくるんじゃないですか、ね。練習するかな。僕なんかあれ、ワードを6つぐらい並べて、した時々に撮ったけど、ワードを飛ばしてへんかだけ確認しながら、時間大体10分ちょっとやってるから、それでやっとったんやけどね。一回やってみます、ドッキリ。もうやってよ。ね、うん、で、それを今度、あのその勝則のプレゼンを、まあ、あげる。あげて、うん、で、皆さんからコメントいただいて、で、次は指南動画みたいなプレゼンに対するね。ボロカスに書かれんのちゃう。いや、だい、まあそこまで優しく皆さんアドバイスくれるんじゃないですか、ね。かわいいよ、やるよ。ああ、勝則くん、おいでおいで、ちょっとこっち。はい、よっしゃ。勝則さ、はい、ちょっと今日、急に読んで悪いんやけど、はい、ちょっと大事な話があって。大事な話。大事な話、はい。あの、まずこの前、あの、パパさんのプレゼン動画撮ったやん。ああ、はい。あれ見てどう思った？あれ見て、やっぱまあ、僕はプレゼンあんまりね本格的なもの受けたことないんであれですけど、やっぱり分かりやすかったです。コメントとかもね、コメントはもうすごかったです。本当に。でさっきちょっとあのパパさんと相談してたけどさ、はい、勝則に一回プレゼンやってもらおうかって。僕僕がやるんですか？全くやったことないですよ。もう、いや、いかに下手かを見せてあげんねん。下手か。いや、いいよ。どれぐらい、何日準備期間？いや、それはいっぱい欲しいですけど。1週間、うん、1週間、1週間だったら10回以上練習できる。いや、でもこの前の動画を手本にして、ね、ああ1週間、うん、1週間3日でもいいで、3日そんなもん1年かけても同じやつ、まあ、期間はまあそうですね、うん、じゃあ3日で3日で、はい、ほんまに、はい、1週間もらっていいから、じゃあ1週間ください。1週間、はい、よし。ほんだら、本当にやるんですか？そりゃそうよ。同じストーリーでいいから、化粧品の紹介でいいから。わかりました。まあ、あの、自分のオリジナリティ出してもいいし、はい、オリジナリティ出してもいいし、うん、あの、いろんなプレゼン動画、わかりました、見てもいいし、はい、一回やってみて。じゃあ一回頑張ります。でも僕も見て、はい、こうタイミング掴んだらいいんや。フォロワーの皆さんから温かいご意見いただきましょう。いや、本当に初めてなんで。ボロカスの言われてもうそう覚悟でいきます。はい、見たら1週間後じゃあ1週間後で、はい、1週間後また最後の、はい、よしよし、はい、営業し、同じ場所で撮ったらいい。同じ場所で、分かりました、はい、お願いします。頑張りましょう。はい、はい、はい、本日は、僕、勝則が、プレゼンをするっていう企画をさせていただいておりまして、プレゼン全くしたことないんですけど、下手くそなりにかしこまらず頑張れたらなと思います。まず、ボーテドラマ機シリーズには、4種類ございまして、ジェルリッププランパーとプレミアムシートマスクとエンリッチドクリームとエンリッチドハンドクリームの4種類で、全ての商品にヒト幹細胞を含まれており、美容クリームとハンドクリームにはリンゴ幹細胞を入れたダブル幹細胞でできてます。パパさんの YouTube でもあった通り、ヒト幹細胞について僕からも、話していこうと思います。ヒト幹細胞は、主に新陳代謝を高めてくれて、ターンオーバーを元のスピードに回復させてくれる成分が含まれております。新陳代謝を高めることでお肌のごわつきを改善してくれたりだとか、肌荒れを防いでくれたり、
主に美肌作りのサポートをしてくれる成分が豊富に含まれています。でリンゴ幹細胞は、スイスの幻のリンゴと言われているリンゴ、4ヶ月保存してても腐らなかったリンゴを世界に、20本ほどしかない木からできてて、希少価値がとても高いと言われております。あの味は酸味が強くて、食べれなかったそうで、これを何かに使えないかなということで化粧品になったそうなんですけど、とても抗酸化作用が強くて、肌の劣化を防いでくれる、で表皮の寿命を伸ばしてくれて、肌が生まれ変わる力、これもターンオーバーですね、ターンオーバーを正常化させ、シワやたるみ、シミくすみ改善してくれます。肌のキメを整えてくれたりだとか、肌の弾力を取り戻して小じわやほうれい線などを目立たなくしてくれる、主にターンオーバーを促進して肌に潤いのある肌をキープさせてくれると。エンリッチドシリーズなんですけど、とてもうちの商品人気で、美容クリームとハンドクリームすごいリピーターさんにも人気なんです。なんで12月1日に阪急のポップアップさせていただくんですけど、そこで、うちのジェルリッププランパーをバージョンアップさせて、ダブル配合、ヒト幹細胞と植物幹細胞のダブル配合でバージョンアップさせていただきました。それで、リップとして、リンゴ幹細胞がどう作用してくれるか、ヒト幹細胞だけじゃなくてリンゴ幹細胞を入れるとどう良くなるのかって言いますと、まずリップ唇としての効果は縦じわを改善してくれる効果が主にあります。とあとは保湿力のアップ、肌の劣化を防ぐ効果が一番見られるかなと思います。自分もよくゴルフ行ったりだとか、冬のシーズンになるとすごい唇がカサカサになるんですけど、うちのジェルリッププランパーを使い出してからすごいカサカサが収まった、治るまではまだ行ってないんですけど収まった、はい。なので皆さんにもぜひ体験していただきたいかなと思います。あとジェルリッププランパーは、以前ピンクが少し色味が薄く作ってたんですけど、今回は色味もちょっと強くしたので、もしよかったら体験してみてください。僕からなんですけど、これぐらいでさせていただきます。短くてすいません。勝則でした。パパさん、僕のプレゼンどうでした？あ、今見たよ。あ、見ました。まあまあ、一回見した、上等。一回、うん、ありがとうございます。ちょっと恥ずかしがり持ってやっとったけど、大丈夫大丈夫、あと100回ぐらいやったらもんなるわ。ありがとうございます、こんな機会をいただいて。よかったよかった、